こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。フルート3点指示、皆さん聞いたことありますよね。フルートってどこもこう指を引っ掛けたり首からストラップをつけたりして持つものではなくて、3つの点の、支える持つって書いて3点指示なんですけども、3つの点で持ってるよっていうことです。右手の親指と左手の人差し指の付け根、そして顎、ここですね。この3つの点でフルートをしっかり持つバランスで、右手の親指は、こっち自分と反対方向に押して、左手の人差し指はの付け根は自分の方で、そのバランスを、ここで取ってるっていうのが、3点指示ですね。で、案外これあんまり、全然知らなかったっていう人もいるかもしれないし、今まさに今フルート始めようとしてられてる方も知らないと思うし、でフルート始めたんだけれども、なんかこう教えてもらわなかったとか、なんか曖昧なままだったという方もいらっしゃると思うので、もう一度確認してみてください。3点指示じゃなくて2点指示っていうのもあるんだけど、基準となるのは3点指示でいいんじゃないかなと思います。人間みんな体も違うし、背の高さとか、腕の長さとか手の大きさとか指の長さとかも違うし、体の使い方、癖なんかもイラスト違うから、自分に合ったね、持ち方で、そうに問題がなかったら、どんな持ち方でも私は構わないっていう方なんですけれども、一応基準とした3点指示を意識すると、いいと思います。要はこのキーの上にある指が自由じゃなきゃダメですよね。これがなんか固まってロックされてたら、ここのキーに来た時っていうか、ここのキーが使えないからね。だからよく間違えるのが、右手の小指が支えに入ってるって思われるがちなんですけど、右手の小指って結構キーを操作しますので、ある瞬間はもしかしたら支えになる場合もあるんですよ。あるけれども基本的に3点指示ではない。右手の小指はね、ここは自由にしとかなきゃいけない。キー音を変えるのにキーを押さえる離すっていうことに、指は程よくリラックスした状態じゃなきゃいけない。その使わないキーで音を変えるための指じゃない、他のだから右手の親指と左手の人差し指の付け根は使わないですよね。他はでも左手は全部5本の指とも使うじゃないですか。で右手は親指以外使う。だから9本の指がリラックス、程よくリラックスして使える状態じゃないといけない。その他の指っていうか場所が3点指示になっているんですよね。まずこうグラグラしないようにある程度こう動いてみて。やってみてください。改めてね、で知ってるよっていう人でも改めてやっぱり毎日鏡チェックしてですね、練習前にチェックして、練習中もチェックして、練習ずっとしてたら楽譜にこうしがみついて姿勢も悪くなってくるしね、持ち方も変わってくるし、ちょっと緊張して硬くなって力が入ってしまってっていうことになる。なるか一回フルート置いてダラーンと脱力してもう一回構えてみるっていう、もうそれの繰り返し、すごい本当の基本のキーですけれども、すごく大事なことですね。音作りにも影響してくるし、指回りにも関係してくるということで、3点指示についてお話しさせていただきましたけれども、右手の親指、左手の人差し指の付け根、そして顎でバランスを取る。いつも本当にご視聴ありがとうございます。この動画役立ったなと思ったら仲間や友人に勧めていただけると嬉しいです。それではまた次回。私も日々こうどうやったら楽に支えることができるかって、すごくアンバランスですよね。こういうのってこれでクラ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 クルンとこっち回ってきたりね、セッティングにもよるし、言い出すとすごくこう奥が深いんですけれども、試行錯誤して自分に合った方法を毎日毎日、研究するのが研究してみてください。